皆さんこんにちは、どさんこぞうさんです。今回も内見してまいりましょう。今回ご紹介する物件はクローバーズマンションアイリス、はい、こちらの物件になります。はい、駐車場もねついております。鉄筋コンクリート3階建てですね。物件概要なんですけど、1DK の 28.36 平米ですね。1988年築、家賃3万円です。帯広市西17条南3丁目になります。間取りはね、こんな感じになってます。7.7 畳がね、2個ある、形になっております、そんなこんな言ってるうちにですね、3階まで上がってきました。はい、廊下はねこんな風にちょっと長い感じになっております。はい、あとこの廊下をですねズズズズっと奥まで行きまして、はい、こちらの部屋になっております。はい、お邪魔します。はい、玄関です。非常にミニマム、その当時のね感じが出ております。はい、下駄箱です。はい、どうでしょうか。こちらもいいレトロ感が出てる下駄箱ではないでしょうか。はい、ではこちらはダイニングキッチン 7.7 畳。どうでしょうか、思ったより広く感じるのではないでしょうか。はい、内装もね少し直してますので明るくねなっております。はい、キッチンです。ガスレンジがねついております。はい、中を見ていきます。こちらのキッチンは建築当初昭和63年のねものがついております。こちらの設備関係は直しておりませんけども、内装の方はね、直しておりますので綺麗になっております。はい、釣り戸などもついております。はい、棚がついてます。はい、こちらリビング 7.7 畳。はい、結構綺麗だと思います。はい、床の色がね変わっているところは以前物入れがねあり、それをね撤去したところになっております。はい、上には収納がついております。はい、3階ですので日当たりは良好です。はい、これガスストーブになっております。ね、家賃3万円ですのでなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、こちらガスボイラーです。はい、こちら下にはですね、洗濯置き場がないので今そのね、排水をね作ろうかというふうに思っております。はい、こちらは3点ユニットバス。はい、なかなかね、懐かしい感じがします。はい、昭和レトロな物件、
いかがだったでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。